馬体を収めて係員が離れます。スタートしました。7番のシンボリフライ、シンボリタイプが後方です。さあ、好スタートは1番のアルファフォール、まずは内から先頭に立ちます。それを追って9番のウィッチハットが迫っていって2番手、さらに並んでいったのが13番グレートインディーです。これから向こう上面4番手インコースに5番のノルドベストがつけて、外には14番シェットランド、その間から半馬身10番スタウニングが行きました。2馬身差中段インコース4番のセイウンパシュートの追走、外には半馬身8番のエメディオンです。中段外目、その後ろに6番のココクレーターがつけました。最内からは2番のオーバルブルームが並んでいって、さらには11番のプレッサージオ、その後は1馬身差、外から迫る7番のシンボリタイプ、3コーナーに向かいます。内には3番のロイヤルワラント、最後方追走が12番サラサビーザベストという体型。各馬第3コーナーを回っていきます。内から先頭に立った1番のアルファフォール、リードは1馬身半、2番手につけたのが9番のウィッチハットです。それから1馬身13番グレートインディー差を詰めて、さらに14番シェットランドが並んでいきました。8枠両頭インコース5番手に5番のノルドベストの追走、4コーナーのカーブ600を通過、外からスーッと8番のエメディオンが上がっていって4コーナーから直線へ。さあ、前は横にドーッと広がって、今度は外から14番シェットランド先頭か、その内から13番グレートインディー、さらにはその外から8番のエメディオンが上がってくる。馬群の間狙って5番のノルドベスト、馬群の外からは11番のプレッサージオ、坂を駆け上がって最内からは4番セイウンパシュート、200を通過。さあ、先頭8番のエメディオン、内から4番セイウンパシュート、そして間から6番のココクレーターが追ってきたが、先頭は8番エメリオンゴールイン、内に6番ココクレーター、最内は4番セイウンパシュート。